祥平先生，你是否愿意让方诗晴小姐成为你的妻子？ Yes, I do. 我爱你。我爱你。我问方诗晴小姐，你是否愿意让丰岛祥平成为你的丈夫？我愿意。你 OK， 口袋さしますよ。じゃあこの唇の人の写真。ポポ。ポポ。はいもう。姐夫，お姉さんのお姉さんの夫。ああ。ホットソースビスケット召し上がります。召し上がります。そうみんな食べますね。あ全員食べます。全員食べますよ。どうぞどうぞどうぞ。那就结束了。可是你还是要让他猜到正确啊！还是让他正确猜到正确。对啊。OK OK。好一些，他们说好一些，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 好一些。哦。还要还要还要不要？哈哈哈哈哈哈！これかな。もう差し出ます。これ。これだ。これお決まり。決まり。はいじゃあ。おめでとう。春子へ。私たちが出会って3年半が経ちましたね。今日の結婚式を春子と迎えることができて本当に嬉しいです。翔平と付き合う前、数年前独身でいろいろと努力しましたけど、なかなか素敵な人に出会えないので、当時の私がすでには若くない年のため台湾に戻って住む予定がありました。そんな時愛を信じさせてくれて、一緒に歩いて行きたい人に会わせてくれて本当に感謝いたします。谢谢你们善于教养亲子，让我有机会可以遇到这么好的女孩。请爸爸妈妈不用担心，未来也会像爸爸妈妈看齐，跟亲子建立一个美好的家庭，白头偕老。好好照顾他哈，交给你了啊，他的幸福后辈子都交给你了哈，谢谢你。是，爸爸妈妈就是嫁到日本去，就是其实很舍不得你，但是我还是会很常回来，我会就是常常回来，然后也珍惜跟你们一起的时光，然后就是你们要记住一点，你们不是嫁出去一个女儿，你们是多了一个儿子。祝你们幸福哈。
父さん、お母さん、あまり手紙を書いたことはない。あまり手紙を書いたことはありませんが、今日はこれまでの感謝の気持ちを書いたので、ぜひ聞いてください。2人には伝えきれない感謝の気持ちでいっぱいですけれども、そんな僕が今思うのは、2人の子供に生まれてきて本当に良かったなということです。元気で長生きしてください。お父さん、お母さん、本当に今までありがとう。これから数々の困難や試練が訪れても、僕たち2人なら必ずクリアできるという自信が僕にはあります。鎮痛、あなたを愛し続け、必ず幸せにしてみせます。楽しく自由で幸せに満ちた明るい家庭を一緒に築いていきましょう。これからもよろしくお願いします。